足立忠氏ダ2月28日から1973年3月29日は、日本の実業家、財界人である、合立道。異界君等は、肖像医、君医等局実大受賞。王子政治社長、ラジオ東京、現、東京放送ホールディングス初代社長、会長、日本民間放送連盟初代会長、日本商工会議所名誉会頭。 東京高等商業学校卒業。1883年鳥取県、境町朝日町に生まれる1905年、東京高等商業学校を卒業、三井物産へ、入社1920年、王子製紙取締役に、就任1942年同社社長就任1951年ラジオ、東京創立にあたり取締役社長1956年日本。 生産性本部会長1957年、東京商工会議所及び日本商工会議所会頭などを歴任、在会の重鎮として活躍した。1973年90歳で没。肖像位、君一等旭実大受賞、君一等随法賞を受け区。現在の鳥取県境港市、日町に生まれた。父、足立茂太郎、母、里野長男。 父、重太郎が、堺郵便局長を多年にわたって務めたため、あだちの多い、この地方では、郵便あだちと呼ばれた。小学校を卒業後、旧生末へ中学校に入学する。ラフカディオハーンが転出するのと入れ違いであったが、その威風は校内に漂っていたという。中学卒業後、東京高等商業学校に入学する。在学中より、 外交官を志すも、家庭の事情で断念し1905年大学を卒業すると、三井物産に入社した。当時三井物産には、以前から知り合いの藤原銀次郎がおり、台北支店長をしていた。そのようなことから、入社早々台北に赴任と決まった。藤原は、三井物産の台北支店長から、北海道の小樽支店長に転じ間もなく、王子製紙に移った。 これに従って、足立も王子聖子に移った。王子聖子は、第一次世界大戦を契機に、発展の一途をたどり始めたが、1917年、足立ちは、苫小牧工場長になり、1920年取締役に就任した。藤原は社長になっていたが、1938年、藤原は、与内三政内閣の商工大臣になると社長を辞任し、 1942年、足立が王子製紙の社長になり、1946年に辞任するまで、戦時下の会社経営に努めた。1950年10月13日、公職追放解除の閣議決定後、1951年に、ラジオ東京の社長に迎えられ、日本民間放送連盟初代会長となった。1956年日本生産性本部会長。 1957年日本、商工会議所会頭、東京商工会議所会頭に就任し、幅広く在会活動を行った。1961年からは、中日韓国代表部主席代表となった、一橋の後輩にあたるリアズマ館の働きかけを受け、日韓国交正常化に向けて尽力した。早稲田大学名誉博士。宗教は、総統集。趣味は、乗馬。 低級。以後、将棋を好む。要望が哲学者の安倍義成に似ていた。学生時代足だちは、私の履歴書に、特別に中学での成績が良かったわけでもなかったのに、松江から東京交渉を志望した者の中では、私がトップだったので無試験入学となった。その頃は、各中学の最優秀生は、無試験で取ってくれたのだから、今の受験地獄を思うと、 まるで覚醒の感があると書いている。東京高等商業学校では、関黎之介、内田信也らが同級であった。交流関係、藤原銀次郎の妻の実家と足立の生家は、隣同士であり、二人が結ばれたのは、足立の父、重太郎の仲介によるものであった。足立忠の私の履歴書によると、堺の私の生家と、藤原銀次郎さんの奥さんの実家とは、 実は、隣同士で、親類同様に親しくお付き合いをしていた。そんなわけだから、私の家へ、藤原さんから奥さんの身元調べに来た時には、父は太鼓判を押してあげたり、それが剣でお二人が結ばれた後は、藤原さん自身も、ちょいちょい私の家に遊びに見えた。という。その他、あだちは、鳥取県境町、北海道苫小牧市。 東京市麻区桜田町等に居住した。ありがとうございます。